岸田内閣では物価上昇を上回る賃上げの実現に総力を挙げて取り組んでおり、令和6年度のベースアップ分として昨年度実績を 2% 程度上回る 2.5%、 定期昇給分を含めれば 4% の賃上げ、さらには令和7年度分の前倒しにより、それを上回る賃上げも可能となるよう、幅広い医療関係職種に目配りした上で、必要な水準を改定率として決定をいたしました。報酬改定に見合う賃上げの実現、現場の幅広い職種の方に賃上げを行き渡らせていただくことをお願いする、こういった趣旨で、本日は医療介護障害福祉関係団体の皆様方にお集まりをいただきました。政府としては医療介護障害福祉の各分野の従事者の皆様に確実に賃金が上がるという実感を持っていただけるよう努力をしてまいります。